セルヒオ・ラモス・ガルシアは、スペイン・セビリア出身のサッカー選手。レアル・マドリードで長年にわたり、キャプテンとして活躍した。スペイン代表。ポジションはディフェンダー。セビージャの下部組織出身。19歳で移籍したレアル・マドリードでは、クラブ最多となる22タイトルを獲得し、キャプテンとして UEFA チャンピオンズリーグ3連覇などを成し遂げた。 下部組織出身者以外で最も多くの試合に出場した選手である。スペイン代表では2010年の FIFA フフワールドカップ、2008年、2012年の UEFA 欧州選手権で優勝を経験。ヨーロッパの選手で最多となる178試合に出場している。イザムチームオブザイヤー、UEFA チームオブザイヤーともに、クリスティアーノ、ロナウド、 リオネル・メッシュの次に多く選出されており、フランスフットボールが2020年に発表したバロンドールドリームチームではセンターバックのポジションでフランツ・ベッケンバウアー、フランコ・バレージに次ぐ3位に選ばれた。セビリア、カマスにて3人兄弟の次男として生まれる。幼少期には友人と共に近所の広場で気合しをゴールに見立ててサッカーをしていた。当時は 闘牛士になることを志していたが、母親に反対されたことを機に、サッカーに熱中するようになる。6歳でカマスのチームでスタートし、8歳で提携していたセビージャ FC に入団した。セビージャの下部組織では、ヘススナバスやアントニオ・プエルタラと一緒にプレーした。ベルント・シュスターに風貌が似ていたことから、少年時代には、シュスターというあだ名があった。 2004年2月、デポルティーボ・ボラ・コルーニャ戦でトップチームデビューを果たし、その年の9月には初得点を記録した。2004から0ゴシーズンには18歳ながら41試合に出場し、ドンバロンアワードのブレークスルー選手に選ばれた。セビージャのトップチームに在籍したのはわずか2シーズンのみで、2005年夏には、 スペインの10代選手としては最高記録となる2700万ユーロの遺跡金でレアルマドリードに移籍した。レアルマドリードではフェルナンド・イエロの背番号4を譲り受けた。2005年12月6日の UEFA チャンピオンズリーグオリンピアコス FC 戦で遺跡後初得点を決めた。2005から06シーズンは主にセンターバックとしてプレーし、 チーム事情によっては、守備的ミッドフィールダーとして起用されることもあった。2006から07シーズンは、ファビオ・カンナバーロが加入したが、ポジションは守った。2007年夏にセンターバックのクリストフ・メッツェルダーと、ペペが加入した後は、ミチェル・サルガドに代わって、右サイドバックとして起用された。2008年5月4日、CA オサスナ戦の試合終了間際に、 ゴンサロイグアインのゴールをアシストし、31度目のリーグタイトル獲得を決めた。レバンテ・ユーディートのリーグ最終戦では2得点を決め、リーグ戦の得点をもとした。2008年には FIFA フフと UEFA の両方の年間ベスト11に選ばれ、2007から08シーズンには FIF フフプロのベスト11に選ばれた。バロンドール投票では21位にランクインした。 2008から09シーズンのスーペルコパで、エスパーニャセカンドレグでは2試合合計で同点となる貴重な得点を決め、タイトル獲得に貢献した。2009から10シーズンは、クラブの第4キャプテンを務め、ペペの負傷によりシーズンの大半をセンターバックとしてプレーした。2010年2月21日のビジャレアル CF 戦で、レアルマドリード遺跡後公式戦200試合出場。 リーグ1150試合出場を達成した。2010から11シーズンのラモス2010から11シーズンはラウルゴンサレス、グティの対談により副キャプテンを任されたが当初からあまり調子が上がらず2010年11月20日のアスレティックビルバオ戦でクリスティアーノ・ロナウドからペナルティキックを譲ってもらいシーズン初得点を決めた。 11月23日の UEFA チャンピオンズリーググループリーグアヤックス戦では4から0でリードした後半終了間際にシャビアロンソが遅延行為で退場した後ラモスも同じようにして退場となったこの行為に関して UEFA の調査が入り2万ユーロの罰金が課せられた2010年11月29日カンプノーで行われた FC バルセロナとの エルクラシコでは、リオネルメッシに対して激しいタックルを行い、その後抗議に来たカルレスプジョルを突き飛ばして主審から、レッドカードを受けた。レアルマドリードに移籍して、以来5度目の退場処分であり、175試合にして、イエロの持つ退場数のクラブ記録と並んでしまった。12月15日のレアルサラゴサ戦にラモスは、右足帯を負傷して出場することができなかったが、右サイドバックで、 アルバロ・アルベロアを起用したジョゼ・モーリーニョが、アルベロアは、レギュラーとなる予定だった。彼は右サイドバックのポジションを勝ち取っていたんだ。この決定に、セルフィオの負傷は関係していないと発言。モーリーニョとの確執がメディアで騒がれたが、本人が会長と面談して、監督批判をしていないと否定したほか、ツイッターにも、何かしらの亀裂が生じていると、誰かが言ったとしても、 それは嘘だ。偉大なグループ、偉大な団結がここにはあると書いて、チームナイフはを完全に否定した。二千十一年四月二十日のコパデルレイ決勝では、センターバックとして出場し、一から0で優勝した。その優勝パレードの最中、優勝カップをバスから落としてしまった。2011から十二シーズンは、リカルド・カルバーリョの負傷などもあって、主にセンターバックとしてプレーし、 チームの4シーズンぶりの優勝に貢献した。同シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ、準決勝バイエルン・ミュンヘン戦において、2試合合合計、3から3での PK 戦となった際に4人目のキッカーを務めた。しかし、1人目であったクリスティアーノ・ロナウド、2人目のカカと同じく PK に失敗し、レアル・マドリードは準決勝で姿を消した。 2013から14シーズンもリーガエスパニョーラでは4ゴールと相変わらずの得点力を示した。UEFA チャンピオンズリーグでは準決勝のバイエルン・ミュンヘン戦ではフースバル・アレナ・ミュンヘンで前半に立て続けに2得点を記録して勝利を大きく引き寄せアトレティコ・マドリードとの決勝では1点を追う後半のアディショナルタイム3分に ルカモドリッチのコーナーキックにヘディングで合わせて同点。チームを敗戦の危機から救い、クラブの羅で島に貢献した。決勝では、ファンの選ぶ、最優秀選手となった。2014年の FIFA クラブワールドカップでは、守備面での貢献に加え、クルスアスル戦、サンロレンス戦で、セットプレーから、先制点を奪い、得点王になるとともにゴールデンボールを受賞した。 2015年夏にイケルカシー・ジャスが FC ポルトへ移籍したことにより2015から16シーズンからはキャプテンを務める。キャプテン就任直後、子供の頃からキャプテンになることを夢見ていた。今、その夢が実現したと語った。また移籍も噂されたが2015年8月17日にレアル・マドリードとの契約を2020年まで延長したと正式に発表した。 自身二度目となる UEFA チャンピオンズリーグの決勝ではチャンピオンズリーグ決勝での2試合連続ゴールとなる先制点を奪い PK 戦でも第4キッカーを務めた同試合では MVP に選出されキャプテン就任後初トロフィーとなるビッグイヤーを掲げたチャンピオンズリーグにおいて異なる二つの決勝戦で得点を挙げた史上5人目の選手となり DF としては 初の快挙となる。2016から17シーズン、2016年9月10日のウサスナ戦で、今シーズンのリーグ戦初得点を記録したことで、リーガイスパニョーラ大記録となる DF としての13、シーズン連続ゴールを記録した。2017年3月7日、チャンピオンズリーグの SSC、ナポリ戦では、コーナーキックから得点を決めた。ビッグイヤーを掲げて、 チャンピオンズリーグ3連覇を祝福する、ラモス2017から18シーズンのリーガ第12節、アトレティコ・マドリードとのマドリードダービーでは、リュカ・エルナンデスとの接触により、尾骨を骨折したが、プジョルの助言もありその後の試合は、フェイスガードを着用してプレーした。同シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでも、存在感を見せ史上初の三連覇に貢献したが、決勝の前半31分に、 モハメド・サラーのドリブルを止める際に、サラーを負傷させたプレーは、リバプール FC やエジプト代表のファンを、はじめ多くの非難を浴びた。この批判に対しラモス本人は、それを負けた理由にしたいのだろうと痛烈に反論した。2018から19シーズン、2019年2月10日に行われた、リーガ23節のアトレティコ・マドリード戦で、PK からシーズン11得点目を決め、 自身のシーズン最多得点を更新した。3日後の2月13日、チャンピオンズリーグのアヤックス戦に出場し、レアルマドリードでの公式1600試合出場を果たした。アヤックスに敗退した後、レアルマドリード会長のフロレンティーノ・ペレスと衝突したことから対談が噂されたが、シーズン終了後の5月30日に記者会見を開き、残留を宣言した。 2019から20シーズン2月26日 UEFA チャンピオンズリーグのマンチェスターシティ FC 戦ファーストレグで後半41分にジェズスを倒して退場処分となりエドガー・ダービッツとイブラヒモビッチに並びチャンピオンズリーグ史上最多タイとなる通算4度目の退場処分となった6月14日のエイバル戦でアザールのアシストからゴールを決め ラリーが通算68ゴールとし、DF 登録の選手としてはこれまで、ロナルド・クーマンが保持していた最多ゴール数に並ぶと、24日のマジョルカ戦で PK によるゴールを決めて、リーグ戦通算69ゴールとして、最多ゴール記録を更新した、リーグ最終節のレガネス戦で650試合出場を達成、シーズン11点目のゴールも決めた。 新型コロナウイルスによる影響で中断後、再開したリーグ戦では10試合で6ゴールを挙げるなど、これまでのキャリアで最多の11ゴールを決め、3シーズンぶりのリーグ制覇に貢献した。このリーグタイトルにより、レアルマドリードでの総獲得タイトルを22とし、マノーロサンチスの21タイトルを超え、レアルマドリード史上最多タイトル獲得選手となった。20から21シーズン。 11月3日、チャンピオンズリーグのグループステージ、インテル戦でゴールを決め、レアルマドリードでの通算100ゴールを達成した。しかしながらこのシーズンは度重なる怪我や手術、新型コロナウイルス陽性などもあり、21試合の出場にとどまった。クラブも無冠に終わり、ラモスはシーズン終了後、自身の SNS 上でめちゃくちゃな数ヶ月と、 キャリアで経験したことがないようなシーズンと表現している。6月16日、16年在籍した、レアルマドリードの対談を発表。17日に対談セレモニーが取り行われた。2004年、U-19 スペイン代表に選出され、UEFAU-19 欧州選手権優勝を経験。同年、U-21 スペイン代表としても6試合の、 公式戦に出場した。2005年3月26日、中国との親善試合で、スペイン代表デビューし、過去55年での最年少出場記録を更新した。この記録は、その後、セスク・ファブレガスが更新している。デビュー戦の7ヶ月後のサンマリの戦で、代表初得点を含む2得点を決め、6から0で解消した。クラブで、チームメートのサルガドに代わって、 代表に定着すると、2006フィファワールドカップでは右、サイドバックのレギュラーを務めた。プエルタの写真がプリントされたシャツを着用して、ユーロ2010に優勝を祝福する、ラモス2007年8月に、親友のアントニオ・プエルタが亡くなってからは、プエルタが代表デビューした、サイの背番号15を着用している。UEFA ユーロ2008予選では11試合に、 出場してに得点し、スウェーデンを抑えての本大会出場を決めた。オーストリアとスイスで共催された本大会では、公主両面にて質の高いプレーを見せ、ドイツとの決勝戦では、ルーカス・ポドルスキーを抑え込んだ。優勝決定後には、アントニオ・プエルタの顔写真といつも一緒にというメッセージが描かれた T シャツを着て優勝を祝った。 試合終了のホイッスルと共に蹴り上げられたボールを持ち帰ったため、決勝戦で使用されたボールのうちの一つは現在、彼が所有している。2009年の FIFA フフコンフェデレーションズカップ Cup2009 にも、レギュラー右ミサイドバックとして臨んだが、準決勝でアメリカに敗れて3位に終わった。その後の韓国戦では初めて代表キャプテンを務めた。2010FIFA フフワールドカップ。 南アフリカ大会ではすべての試合に右サイドバックとして先発出場して優勝に貢献しフィファ選出のベストイレブンに選ばれた大会参加選手中最も多くのシュートを放ったディフェンダーであった優勝セレモニーでは記念ユニフォームの上にプエルタへのメッセージが書かれたシャツを重ね着しこの優勝はなきアントニオプエルタに捧げるとのコメントを残したまた 大会スポンサーであるカストロールが選んだ大会最優秀選手に選ばれた。南アフリカ W 杯後、ユニセフの親善大使の一環として視察のためセネガルを訪れた。UEFA ユーロ2012予選のリトアニア戦でスペイン代表70試合出場の最年少記録を達成した。ユーロ2012本戦ではジェラール・ピケとセンターバックのコンビを組み、 スペインの優勝に貢献。大会優秀選手に選ばれ、カストロールエッジインデックスにおいて最優秀選手となった。FIFA コンフェデレーションズカップでのラモス2013年3月のフィンランド戦で代表史上最年少での100試合出場を達成し、自身も一得点したが、試合には引き分けた。2014FIFA ワールドカップブラジル大会においては、グループリーグ3試合すべてに、 フル出場し、オーストラリア戦ではキャプテンを務めた。しかしスペインは一勝二敗で、グループリーグ突破はならず、大会を後にした。UEFA ユーロ2016以降において、イケルカシージャスではなくダビドデオヘアが、スターティングメンバーとして起用されるようになってからは、スペイン代表でもキャプテンを務めた。UEFA ユーロ2024戦のフェロー初等戦で、 通算122試合目の勝利となり、代表最多勝利数の世界記録を更新した。2019年10月12日、ノルウェー戦で、代表通算168試合目の出場を果たし、カシー・ジャスの持つスペイン代表最多キャップを更新した。2020年9月6日の UEFA、ネーションズリーグ2020から21、ウクライナ戦で2得点を挙げ、通算十三得点で、 アルフレッド・ディステファノと並ぶスペイン代表の得点ランキング8位体となった。11月14日のネーションズリーグ、スイス戦では、ジャンルイジ・ブフォンを超え、欧州最多となる178試合出場を達成したが、同試合ではそれまで25本連続で成功していた、PK を2本連続で失敗した。2021年3月31日の2022年、ワールドカップ予選。 コソボ戦で180試合出場を達成した。しかしながら、コソボ戦は、エリック・ガルシアとの交代による後半86分からの出場であり、また前節ジョージア戦は出場しなかった。2試合連続で、スターティングメンバーから外れたのは2005年以来となる。その後、5月に発表された UEFA ユーロ2020本戦のメンバーからも落選し大きな話題になった。 ルイス・エンリッケ監督はレアル・マドリードでの旅重なる怪我により2021年に入ってから公式戦5試合の出場に留まっていることを挙げ、ラモスはこの国を代表できないのは辛いが、みんなに大きな声援を送ると語った。フィジカル、スピード、予測、タックル、戦術眼、攻撃参加した味方のカバーに加え、セットプレー、ボールコントロール、ロングフィード、 ヘディングでの強さと攻守双方において優れた能力を合わせ持つ。特に高いスピード、跳躍力、アジリティによってオープンスペースだけでなくゴール前での空中戦やクイックなアタッカーとの地上戦においても強みを発揮する。プロ入り前にはストライカーとしてプレイしていたため得点力が高く、レアルマドリード移籍後の4シーズンで20ゴール以上を挙げており、 ラリーガの DF 登録選手としては歴代最多ゴール記録を保持している。レアルマドリードのアシスタントコーチを務めていたパウロ・カンポスはイケル・カシー・ジャスやロナウド、デビット・ベッカムなどの居残り練習によって得点力が高められたと語っている。レアルマドリードにおいてクリスティアーノ・ロナウドの移籍後は PK キッカーも務め非常に高い成功率を誇る。 ラモスは PK を蹴る際に助走に入った時からボールを全く見ずに相手ゴールキーパーの動きだけを注視しボールを蹴る直前にキーパーの動いた方向と逆にボールを蹴っている。スペイン氏のマルカはキーパーがピクリと動いただけでもゴールを決めるためにどこにボールを蹴るべきなのかがラモスにはわかる。シンプルに見えるがとても勇気のいるやり方と称賛している。ラモスは PK のプレッシャーに対し、最大の緊張の瞬間は、僕が最も快適さを感じる瞬間であり、僕はその責任を負うのに、理想的な人間だと思うとコメントしている。カルロ・アンチェロッティは、個性、技術、ピッチ内外でのリーダーシップ。マルディーニが持っていたものすべてを兼ね備えていると、かつて指導したマルディーニと比較して称賛、ファビオ・カンナ・バーロやフランコ・バレージの名前を挙げた上で、 クオリティを考慮するならば、ラモスは最も完璧な DF だ。個性、技術、身体能力、統率力など全ての能力を有している。と語った。守備を統率する能力は、フランツ・ベッケンバウアーと比較されることもある。キエ・リーにはそのリーダーシップや、存在感などを高く評価する一方、サラーを負傷させた例を挙げ、時に故意に相手選手に怪我をさせると批判している。 一方で、ファールによる退場も多く、リーガー史上最多の退場記録保持者であるとともに、UEFA チャンピオンズリーグでも、ヒーエローカード数が史上最多となるなど、カードコレクターとしても知られている。ただし、スペイン代表では一度も退場処分を受けていない。1コパデルレー、スーペルコパを含む、2UEFA カップ、UEFA スーパーカップを含む、 サンフィファクラブワールドカップなど、UEFA ユーロ2012フランス戦でのラモスビッグイヤーを掲げるラモス全体では、ラウル・ゴンサレス、イケル・カシー・ジャズ、マノーロ・サンチスに次ぐ4番目、フェルナンド・イエロは439試合で5度の退場処分を受けた。UEFA 主催試合では命名権名称であるアリアンツ・アレーナの名称は使用できない。レアル・マドリードのガレス・ベル、 クルス・アスルのヘラルド・トラードも大会に得点を挙げて得点王となっている。ありがとうございます。